お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日は上野にあるですね、大地の贈り物さんというビュッフェレストランに来ております。今ね、いちごのあまおうのフェアをやっていらっしゃるんですよ。いちごを使ったね、メニューがたくさんあるので、はい、今日はロシアンビュッフェでいちごを堪能したいと思います。見てねそれでアマオフェアで出てるいちごのメニューなんですけど、ちょっとこれを見てもらって、まず普通のフレッシュアマオ、あといちごのミルクレープ、自分で作れるいちご大福、あとねこんなスイーツグラタンとか、いちごチョコフォンデュ、いちごの天ぷら、これめっちゃ気になるね。でね、なんかこうフレンチトーストとかね、ほらスイーツだけじゃなくてサラダとかね、こんな感じでいちごをねめちゃくちゃいろんな料理に使って、まあ、デザートがメインなんですけど、いちごをねいろんな食べ方ができるようになってるので、はい、今日はねここら辺を中心にねちょっと食べて感想をみんなにお伝えしたいと思います。じゃあ早速行ってみましょうかね。サラダからいく。すげえ。何かけて食べるんだろうこれ。これなんだ。これスイーツグラタン。いちご白玉ぜんざいだって。いちご食べ放題ね。いちご天ぷらにしてしまったらしいよ。なんだろう、何も多分つけないんだよね。このまま食べれるんだよねきっとね。ちょっと一回お気に入りに行ってきます。じゃん、取ってきました。こっちの手前側がですね、いちごたちの、さっきせっせと取ってたいちごたちのプレートです。もうほぼデザートですね。ちょっとリンゴが混ざっとるのはあんま気にしないでください。ちょっとまず第1弾ということでね、和食っぽいやつとかを持ってきました。何セレクトかは分からんけど、今あとさっき取ったサラダとか、こういうかな、いちごの何だったっけ、紅茶、紅茶になんかフレッシュいちごが入ってるやつだって。あと私のこのここの店で大好きな角煮とかいろいろ取ってきました。で今日は一緒にアゴちゃんが手だけ出演してくれます。、はい、ちょこちょこ喋ってはくれます。はい、じゃあいただくか、はい、いただきますしょ、せーの、いただきます。何から食べようかな。サラダだな、やっぱり。私サラダからいただきます。うんうん、おいしい。関西シャキシャキで新鮮。これシーザードレッシングとイチゴって合うんかな。いただきます。うん、いちご甘い。美味しい。ない。じゃあいちごだよ。うん。うまいね。
うん、一番うまい。すげえ甘いイチゴ。ちょっと私天ぷら食べてみるわ。イチゴの天ぷらだよ。うん、うん、甘さは増してる。でもなんかすごいオイリー。甘さは増してるけど、これなんだろう。不思議な食べ物なんだ。ちょっと和食行こう。ちょっとデザートは一回置いといて。和食行きます。こっち来たらいいじゃないですか。これはなんかカメラね、きっとようやくあのカメラが設置し終わったのでご飯を取ってきたそうです。めっちゃ茶色いやつ。いちごヘア。いちごヘア。いちごヘアどこ行った。もずくとか好き。ここのこのお皿気づいたよ。1ブロックだいたい一口でいける気がする。アモアは今の時期が美味しいんですって。だからなんかこの1月ぐらいから3月ぐらいまでの間が一番美味しいそうです。逃げた。逃げた。うん、お魚のフリッターめっちゃハーブが効いとって美味しい。ブリンブリンです。魚が超噛み応えがある。この定番のオクラのこれが大好き。ごまい、うん、ハンバーグだよ、2個だよ、食べるよ。うん。完食です。じゃあ確認だよ。確認だよ。うん、やらか、溶ける。でっかいここに私箸が下手くそで持ってないの。今日確認トロトロ。うん。完食。ちょっと一回デザート挟む。とりあえずリンゴ。うまっ。ちょっとパッパしてるリンゴだった。フレンチトースト。メンチトーストはほんのりいちご風味ぐらいだね、うん、これ何だったっけ。あ、スイーツグラタンか。これいちごの入ったスイーツグラタン。うん、なんかパフェみたい。フルーツカクテルがいっぱい入ってる。あといちごがちょこちょこ乗ってるからいちごの香りがすごい。これがいちご白玉ぜんざい。これ絶対美味しいでしょ。いちご大福みたいな味しそうだよね。いや、いちご白玉ぜんざいだよ。うん、まー、うん、うん、いちご大福の味する。うん、これがいちごとチアシードの杏仁豆腐みたいなやつだった気がする。チアシード、そう、チアシード、スーパーフード。あ、いちごが美味しい。あ、杏仁豆腐と合いますね。うん。あ、すげえこれ。めっちゃいちごの香りがする。これ
ちごの実は味がないですもう全部ね、こっちになんだ、紅茶にいちごの香りと味が移っちゃって、うん、ほにゃほにゃになってます、いちごが。これがいちごのゼリー、すごい、なんかゼリーの中にいちごが入ってるけど、その上からまた角切りのいちごがいっぱい。うん、いいね、めっちゃめっちゃいちご、ゼリーが超いちごだ。うん、プルプル、おいしい、大福、あ、やばい、中身が出るいただきます。うん、うん、うまい、いっぱい食べたい。これ白玉と違ってね、あの生クリーム入れてるから、よりなんかこう濃厚な感じがします。これめっちゃおすすめ、美味しい、これ、はい、うん、いや、いちごとチョコは間違いない。うん、うん、じゃあ最後、クレープだよ。うん、よし、次だ、第2弾いちご大福大福包めてないじゃないですか、それ。じゃん、ご飯とかお寿司とかもあります。ちょっとこれ、私生姜めっちゃ乗せるのが好きだから、生姜がもりもりだけど、これはセルフで乗せる感じです。はい、梅の混ぜご飯となんかエビの混ぜご飯みたいな、角煮おかわりして、完食。これなんだろう、ハラミ、ハラス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 、つけ、つけハラス、うん、溶ける、完食。おお、でっか、キャベツ、うん、うん、キャベツがめっちゃクタクタで美味しい、すげえ出汁吸ってる、鶏を、キャベツから鶏を感じます鶏をめっちゃ吸ってる。完食、おかわりいってきます。結構食べた。みんなもうお腹いっぱい？お腹いっぱい。お腹いっぱい。最後じゃあデザートをね、せっかくビュッフェに来たから、3人で一番美味しそうなデザートを作れる人対決みたいな。味はまあここにあるものだから、見た目勝負。うん、なるほど、一番美味しそうに盛り付けた人の勝ち。アンケート機能で誰のやつが一番美味しそうだったか投票をお願いします。じゃあみんな作ってくるよ作ってくるよ。はい、はい、せーの、じゃーん、こんな感じです。どれがよろしいかな。今あのアップの写真をね3つ出しますからね。はい、まずロシアン、ロシアのやつはね、器を和風にしたので白玉といちごがいっぱいの和風デザート。アゴちゃんはコンセプト、コンセプト、いや大きいお皿がいいんだろうなって思ったんですけど、佐藤さんに食べてもらうから、だけどあえてこの、透明、透明、ね、うん、そうだね、綺麗に見せたかったから、そうだね、そう、上からも下からも綺麗に見せたくて透明のやつを選びました。かわいい、一個だけチョコ乗ってます。次、コンソメのカップ。これ本当、
ホットの飲み物入れるやつだけど、あえてこれを選んだ。こう塚田さん、逆にカップを使うところがおしゃれだと思うんで、うん、おしゃれマギがおしゃれ、はい、マギね。もう一つこれ、うん、あの上の層を食べ進めていくと、うん、下にちょっとこう隠されてる。今回の対決の趣旨今回の対決の趣旨見た目みんな食べる？お腹いっぱい。じゃあ私が全部食べます。いやちょっと気になるからこのプリンから食べますわ。プリンにしては冷たいんですけど、ヒヤヒヤですよ。すごいアイスじゃないんですか？下がプリンで上半分がアイスクリーム。これが佐藤さんに食べたいパフェってことでよろしいですか？プリンとアイスのハーモニーを楽しんでいただきたい。白玉も食べたい、好きだって言ったら白玉好きです。結構固めですね、プリン。美味しいと思います。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。よし、あごちゃんのやつチョコから食べよう。これ何？チョコか。チョコとヨーグルト。あ、おいしい。佐藤さんだってヨーグルト好きでしょ。好き。こんくらいの甘さ好きだな。あっさりめ。おいしい。ごちそうさまです。見た目のポイントは？見た目は学んだイチゴランダムもここにも一等倍一等倍イチゴランダムにしよう。今日も活用したイチゴランダム。ちょっとずっとイチゴの時期、私今年はイチゴのランダムも活用すると思う。最高のイチゴです。せーの、ごちそうさまでした。はい、大地の贈り物さんでですね、いちごフェア堪能しました。ごちそうさまでした。皆さんどうでした？美味しかった。美味しかった。美味しかった。いちご堪能しました。当分のいちご。いちごがもう食べ放題でいっぱい置いてあるんで、もういちご堪能し放題、いちごのデザート食べ放題な感じです。いちごのハーブティーは結構初めてだったけど美味しかったなという感じで、地味にフレッシュいちごがやっぱ美味しかった。すごい、なんかまた別のフェアの時もね、また来てみてみんなに紹介できたらいいなと思ってます。それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はいちご食べ放題、食べ放題のね企画結構久しぶりかなと思うんですけど、はい、今日は大地の贈り物さんでいちごフェア、あまおうフェアでした。またいろんな料理紹介したいなと思ってますので、ぜひぜひまた食べ放題の情報が知りたいなと思う人はですね、ロシアのチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。